今日はですね、あ、すいません、じゃあもう一回行きましょう。このまま行きますか。あ、まあ、この、あの、もう一回行きましょうか。もう一回、あ、まあ、このまま行かそうか。このまま行くか。あえてちょっと今日はね。もう一回やってみよう。もう一回、あの、このまま、収録このままやるけど。このままやりますよ、皆さん。じゃあもう一回、はい、グリーンズの翡翠と、マサです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか、いい出だしですね。いい出だしですね。こういう回もね、僕ららしいね。僕ららしいですね。僕ららしい。はい。今日はどうトラウマをテーマに今日はね。なかなかちょっと、はい。いいというのは深いテーマですね。うちの息子が、はい、トラウマ先生にね、うん、こう言われたらしいの、はいはい、お前はね、はい、5分前着席、学校の5分前着席ができてなくて病気か、はい、病気かって鋭いツッコミですね。病気かって、ね、病気かこれは、はい、人によってはいやトラウマになると思うんですけど、傷つく。うちの子はね、5分前着席はいつもできない、うん、そうなんですね。お前病気なのか、ちょっと何なら怒られたってことですね。怒られたわけです。注意されてるわけですね。注意され怒られたわけです、はい、これは、はい、受け取り方によっては、トラウマになります。じゃあちょっとナイーブな人はね、傷ついてなりますよ。トラウマになります、はい、なります、うん、でもうちの息子は、はい、先生がこう言ったんだよって言って、はい、ちょっと僕できないから残念なんだけど、はい、先生のモノマネで言ってたんです。なるほど、うん、担任の先生笑い話にしてたんです。なるほど、家ですごいですね。先生のモノマネしてこうやってね俺は怒られてるって、もう実況中継かと。俺はこうやって学校で怒られてるんだって、怒られてる、先生のモノマネして、はい、怒られてるところをネタにしてたんです。素晴らしいメンタルが強いですね。それね、強靭なメンタル。これはトラウマになるかどうかっていうのは、はい、実は自分で決めれるということなんですね。なるほど、どんな出来事であってもトラウマになる、決めれる。なるほど。で、はい、その例えばね、はい、ひどいこと言われてね、うん、もう例えば親から、うん、産んじゃなかったとか、ね、あ、そういうトラウマになるようなね、はい、言葉ってね、うんうん、あのね、人によっていろいろあると思うんです。あります、いろいろあります。僕も講演会の後で話しますけど、うん、講演会では前に座ることができないトラウマを持ってるんです。そうなんですか、はい、最前列、最前列には僕絶対座れないトラウマを持ってるんです。そうなんですね、はい、それは後で話しますということで、はい、そういうふうに、まあ、例えばお前ね、産まなきゃよかったって言われた時のトラウマ解消法があるんです、はい、気になりますね、はい、これみんな知りたいんじゃないですか。そのひどい言葉をね、うちの息子みたいに、はい、もうお前は病気かって、はい、何か言われたと、っていう言われた言葉を、うん、はい、そのずっとそのお前は病気か、お前は病気かっていうのがずっとリフレインしちゃってトラウマになっていくわけです、はい、ずっと繰り返されてるんだ、はい、でその、はい、その思い出す時の言葉の音色を変えるといいんです。音色、こうやべんです、はい、お前は病気かちょっと宇宙人なんかなんか怒られてる気しないですね。お前なんか産まなきゃよかった、長かったですねその片言が、こういう意味、なるほど、片言に、なるほど、言うと確かにだんだん深刻になれなくなってくる。ならないですね、うん、だからうちの子は先生のモノマネすることで深刻に取ってないぐらいも笑いでモノマネしてるから、その病気かって言われたのをそうか、その確かに言い方一つで全然違う、言い方一つで傷を負わないんですよ、うん、なるほど。だその傷ついた言葉があったら、うん、お前なんか死んでちまえっていう言葉に いいです、ね、翻訳すればいいんです。なるほど、変換すれば、音色を変えればいいんですね。音色を変えれば、同じフレーズであったとしても、はい、音色を変えればいいんですね。音色を変えると斬新ですね。可愛らしくなって、確かに全然ダメージ食らわない気がしますね。断然だ、はい、なるほど、素晴らしい、ね、その孫悟空の声で言われた、はい、いう、はい、僕言うとか、はい、まあ、昔のドラえもんで言うなら好きなキャラクターでもいい。頑張りましたね今頑張りましたね、すごい今勇気があるなと思いましたねドラえもん、昔のドラえもん難しいじゃん。昔の難しいですよね、ちょっと今と違う。できる、僕できないです。あ、できない、うん、ドラえもんだけは深掘りしない、深掘りしないよ、深掘りしない。これ二人で傷ついたら大変なことになっちゃうので放送事故になっちゃうのでここはやめておきます。ドラえもんはハードルが高いそうだね、はい、で僕は、はい、なんで講演会前に座れなかったかというと、ね、はい、最前列に座れない。もう僕は講演とか行くと最前列に絶対座れないんです。気になりますね。トラウマがあるんです。トラウマがあるんですか。で僕は大学時代に本当にその暗い人で、はい、そのサークルに入っても、はい、もう先輩にお前なんでさっきから怒ってんだって怒られちゃって、はいはいはい、僕は怒ってなくてただ暗いだけだったんだけど、はい、ただ暗いだけ黙ってると怒ってるように見られて、はい、なんでお前さっきから怒ってんだって言って、はい、怒られちゃうような人だったんです。そうなんですね。僕はどうしたら自分を変えれるのかと思って、うんうん、当時その宗教の洗脳みたいなことがよく言われてたんです。はい、で洗脳で、うん、その変えられたみたいなね、うんうん、実体験みたいな。そうそう、うん、だから俺も自分を変えたいから、はい、その、うん、何でもいい、洗脳の手段を、はい、
教えてもらって、自分を変える手段のために洗脳を学んでみようと思ったんです。手段だけ学びたいと。そうそう、うん、宗教を深めたいんじゃなくて、うん、洗脳のね、はい、自分を変えてみよう、マインドコントロール的なことですかね。そうそうそう。でそれは、はい、まず食べ物を与えないで、はい、お腹が空いた状態で、はい、そのメッセージをね、はい、どん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 浴びると、はい、もうフラフラフラ、しかも睡眠時間も少なく、はい、睡眠時間削り、はい、食物も食べない、はい、でフラフラしてるとこにメッセージをどん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 入れると、はい、洗脳されるっていうのを読んで、結構過酷な、そう、それ使えると思った、思ったんですね、うん、でももうその時はそんなことしてでも変えたいと思ったんです。もう追い込まれてました、追い込まれてましたからね、変えれると思って、使えると思って、大学生時代、はい、断食しながら、はい、睡眠時間をほぼ寝ずに、ストイックですね、ポジティブな本ばっかり図書館で借りて、すごいやってることと読んでることがすごい逆だけど、図書館で、いや、あ、図書館で読んで、しかも図書館で、静かなところ、しかも図書館のブックです、ブックで図書館のブック、図書館のブック、買った本じゃない、なるほど、図書館の本、大学でお金がね、そう、お金なかなかないから高いですから、ね、大学の図書館でポジティブなタイトルの本を、はい、瀕死な状態で、どんどんお腹が空いて眠気フラフラの時にどんどん読むっていう修行したんです。すごい修行ですね、それは。修行したんです。さすがですね。その時に僕が一番よく読んでたのが、はいはい、落合信彦さんっていう国際ジャーナリストで、はいはい、めっちゃそのなんか元気が出てくる本なんです、うん、そうなんですね。もう熱い男たちの熱い考え方がめっちゃ書いてあって、はい、すごいやる気が起きてくるんです。だから俺はそういう情熱的な落合信彦さんの小説とかに出てくるような男になりたいから、うん、落合さんの断食して睡眠時間を削って落合さんの、あの本を読んで、うんうん、落合さんの講演に行ったんです。行ったんですね。仙台公演まで、東京から仙台まで、わざわざ、しかも本気ですね。5時間前に行って一番前に並んだんです。情熱、うん、すごい意外ですね。でもそこまでしか変えたかった。もうわらにも、もう落合さんの本を断食しながら、睡眠時間を削りながら落合信彦さんの本を読んで、うん、公演もね、うん、仙台まで行った。しかも5時間前、各駅停車で行きました。各駅停車、新幹線、大学生はお金ないからね、もうでもそれでも行ったと。青春18切符、ああ懐かしいそれですごいですね。もうね、情熱を感じます。一番前、5時間前に行った。素晴らしい。一番前、すごい、もう本気ですね。そしたらね、当たったんですよ、一番前。当てられちゃった。素晴らしい。当てられちゃった。あなた、落合さんに質問されてた。あ、なるほど、よりになって。GNP を説明してごらんって言われて。俺ね、経済学部だったの。経済学部。なるほど、専門分野といえば専門分野。経済学部なんだけど、はい、俺 GNP 分かんなかった。分かんなかった。落合さんの本は読んでたけど、GNP の本読んでなかった。GNP 分かんなかった。ちょっとそれは意外なところを。で、俺、そんなにさ、落合さんの方頑張って読んでるさ、はい、読者は、俺日本一だと思うの。そうですね。でも落合さんの、初めて落合さんに会った時に、はい、俺が見せれたのは、はい、GNP も分からない、暗い男だって。なるほど。しかも瀕死だから、ちょっとなんかよりね、こう暗そうな雰囲気がもしかしたら。もうあの時の落合さんが GNP をね、はい、その俺の公演の一番前をね、はい、もうど真ん中で陣取ってくれてる。そうですね。前途ある若者かと思いきや、もう GNP さえ知らないような。前途多難だったのかな、逆に。落合さんもちょっとがっかりされたことがあったんですよ。そうですよね。だって並んでね、うん、来て、あ、こいつはと思ったんでしょうね。しかも僕経済学部ですから。よりによってね、よりによって専門分野に、あ、やっちゃいましたね。自分のファンってこんなに、ああ、なるほど。ちょっと できてないのみたいな。落合さんにちょっと悪いことしちゃったな。悪いことしちゃったんですよ。なるほど。もうそれ以来もう前に座る、はい。しかもその時人見知り時代真っ只中ですよね。そうなんです。人前に喋るなんて。本当にね、一番前に座って質問されるっていうのは、はい、恐怖がトラウマになりましたね。それは解消できなかったんですか。それはまあ未だに解消してないです。それはさっきのメソッドでもなかなか難しいんですかね。落合さんに。落合さんに。なんかちょっといけそうですね。ちょっとこの後放送後にちょっとやってみようかな。やってみましょうか。あのトラウマね。トラウマちょっと解消できるかもしれない。GNP を説明しなさい。どうですか。なんかあんまり来ない。あ、ちょっと前に座れそうな気がしてきた。素晴らしい。これ皆さん効果ありますよ。皆さん効果ありますよ。今すごいちょっと抜けた感じがあります。ちょっと見てないからね、伝わらないかもしれない。あのね、前に、一番前に座れそう。笑顔が輝いてます、今。そうそう、なんか抜けた感じありますね。これはちょっとぜひ使っていただきたいですね、皆さん。はい、というわけで。というわけで。笑う門にはグリーンズ、翡翠小太郎と、マサでした。また聞いてね。また聞いてね。バイバイ。ありがとう。